さあ、ポプラ戦だぞ。このおばあちゃんはね、なんか母の後を継いで70年らしいよ。だから70歳以上だから80歳ぐらいかな。相当元気だね。ピンク部族のジムチャレンジャー。あ、ピンクが好きなの？ジムミッションだけど、私も後継者が欲しく、そうそうそう。後継者を探すべく、今ジムをやってるみたいな。で、なんかその後継者は、なんつうの、資質を見抜くためにはピンチの状態を捨てるために、難関クイズを出してるみたいな感じらしいんだけど。ねえ。ただし間違えると戦っているポケモンの能力が下がる。へへへ、変わってるね。まあ、フェアリータイプ、ポケモンの不思議な力さ。さあ、あんたの本気、じっくり見させてもらうよ。尺があるから、早く歩いて、おばあちゃん。さあ、これは？とりあえずクイズをやっていくんだね。あ、なにね、ポプラが審査員なんだ。トレーナーもおばあちゃんか？オーディション、あ、オーディション形式。トレーナーもちょっと年いっとるね。コット。名前もちょっと年いっとるね。でも美人だなおばあちゃん。いや別におばあちゃん好きなわけじゃないんだけど。勘違いするなよお前ら。俺は若い、もうピチピチの JK が好きだから。JK。問題発言。JK が好き。うおー、いいダメージ入るね。まあフェアリーが毒、毒だよね弱点って。あと何？あとわかんねえんだけど。やべえ。フェアリーにせ全然詳しくねえ。問題。うわ、やべえ、言ってるそばから。毒タイプだよ。今言ってたもんな、俺。いや、これラッキーだったわ。あ、これで上がってくんだね。え、すげえ楽勝じゃん、そしたら。ねえ、妖怪ギパン持っときゃ死んでるよ。でもなんだろう。ポプラの、その、なんつうの？自分の本気、本気メンバーっていうか、パートナー何なんだろう。今さ、新しいポケモンで縛ってはいるんだよ。てか、こだわりなんだけども、やっぱコロスケを抜きたいんですよね。コロスケを抜くとしたら誰入れようかなって迷ってんだけどさ。ペロリーム。まあ、このままいけるな。で、またクイズか。あ、来ないんだ。クイズは一戦につき一回かな？もっとバンバン出てくれてもいいんだけど。よしよし、あーとちょっと、惜しい。スライス下げていくと。まあ、あとはエレンズの、これ名前なんだっけ名前忘れてた。あ、そうかそうか、スライスを下がってるもんな。こういうの厄介だね。しまったな、放電で倒せるかな。まあ、さすがにタイプ1で倒せるでしょう。放電。オッケー。うわ、ギリギリじゃん。なんかあれだな、バンギラスとか、ボーマンダみたいな、そういう、ちょっとレアモンスターみたいな、隠し的なモンスターみたいな、いねえかな。で、当時はさ、なかなか出なかったもんね。でもあれだね、おばあちゃんがピンクとかクリーム色服着てると、ちょっとあれだね、気持ち悪いかなと思ったけど、そうでもねえな。あ、気持ち悪いな、やっぱり。気持ち悪いな。個性派なんだよな、同じ人出てきてないか。完全に同じ人出てきたろ。まあいいけど。だってわかんねえもんね、俺からしたら。チヨ。コトとチヨ。じゃあ次なんだろうね。コトチヨ。カメ。カメは違うかな。カメはちょっと安直すぎるか。うちのおばあちゃんの名前何だったっけな。あの、ちなみに普通のおばあちゃんはミツコなんだけど、まあミツコではないだろうね。あ、でもミツかもしんないな。おばあちゃんの名前何だったっけな。おばあちゃんとしか呼んでないからわかんねえや。ギリギリ書く、あれね、一発耐えられるってちょっとやだね。ジムトレーナーのお名前。あ、さっきのね、あ、もう、ピンポイントで来るね、ことでございます。すごい。実況しながらやってるとこのクイズ、意外と楽勝かもしれないと。だってさ、普通の人見ないじゃん。そのトレーナーの名前なんて。パパパパ飛ばしようよ、みんな。もしかしたらココって答える人もいるかもしれないね。いや、ラッキーラッキーラッキー。で、次なんだ？ステージが可愛いよ、もう。フレフワン。フレフワン。俺知らねえポケモンかな。あ、知っとるわ。知っとるわってか、あの、さっきのやつの進化系だな。フレフワン。押すかよ。まあいいけど。半分。よし。やっぱ硬いね。やべえ、さっきのやつ。
うわやべえ、たうわーこれ下げた方がいいかな、いやこれ下げた方がいいかな、しゃー結構痛いね。じゃあグレタアーマーがね、なんかね特性が変わってる、プレッシャーやってた。プレッシャーあんまり好きな特性じゃないんだよね。結構さ伝説のポケモンとかもプレッシャーだったりするじゃん。なんかミュウツーだってそうだったっけ、あんまり好きじゃないんだよね。てかあんまり強くないっていうか、まあレートとかあんまり俺やんないからいいけどさ。さあここでドリルクチバシで半分以上削ったのであればお前は相当強いぞ。いけ、やっぱかっこいいな。うわー結構いいダメージ入ってんじゃん。うわ混乱する、厄介。めっちゃかっこよくないこれ、すげえ好きだわ。てかエアームロとかも金銀だったっけ、好きだったんだよね当時。ただねエアームロは進化しなかったからな、育ててただけ、四天王も連れてって育てたけど結局あれだったわ。やっぱ一戦にクイズは一個っぽいね。てかいや混乱とか厄介なんだよな本当に。おしナイスさすが、カラスは賢いって言うからな。てかこれであれだね、カラスパーティーとかできんじゃん。闇カラス、ドンカラス、ココガラ、青ガラス、アーマーガー、あと一体何カラスケいたっけでもできるよね、それで。さあ、次でラストかな。今回はあれだね、戦闘楽勝だったね。戦闘楽勝っていうか、強制的に戦闘だから。なんかさ、ゴーストタイプに見えなくもないんだよね。また同じ人でしょ、待って、また同じ人じゃない、あ、わかった。兄弟だ、この人たち。兄弟だよ、絶対。三兄弟。タチ。なんでタチなん、ちょっと待って。なんでタチなん、めちゃめちゃ疑問だわ。なんでタチなん、なんでタチなんちょっとね、めっちゃ気になるんだけど。あー、そう、回復できないからちょっと辛いな。で、タチ、このフェアリーと悪だった気がするから。まあ、とりあえずグレタ行くか。安定感半端ねえわ。てか、鋼のタイプの安定感半端ない。悪も今一つ、フェアリーも今一つ、最強じゃね、相性良くはないけどかなりいいぞ。でね、こいつも新ポケモンだと思うんだけどね、あんまりはピンとこないな。問題、私が毎朝食べてるメニューは何、知らねえよお前、知らねえよ普通だったらオムレツだけど、ここはねあえてのカレーでいきましょう。うわ分かんねえよ、ふざけんな、オムレツに納豆入れてんだろお前、そういうやつだろ。あ、鋼効果抜群なの、あ、なになになに、そうだったんだ、楽勝ピーマン、いいね。さあギモン、新しいポケモンだから技とか見たかったんだろうけど、まあ猫魂とかなんか、なんだっけ、悪の波動、悪の波動して使ってこないか。サーナイとかいいね、いやここでサーナイト出てくんだ、うわーやっぱ可愛いなサーナイト、安定してるよね。マジカルフレーム。あ、やべ。ちょっとお前、いきなり強えってばいね。特攻下がる。まあ、それは大丈夫。当てろよ。オッケー強っ。あ、急所か。いや、アーマーが強っ。サーナイトも欲しいね。てか、ラルトスがどこで出るんだろうか。お、グレタが。基本的にはあれか、HP 攻撃、防御、特防か。翼そんな速くないね。コロスケも上がったぞ。まあ、コロスケはな、抜こうと思っちゃってるから。さあ、メンヘラも特攻が100になりました。結構あれだな。攻撃、素早さ寄りのポケモンが多いね、今の。だから、割とかし耐久力がないっていうな。ジムチャレンジなのに、オーディション、コブロ様にも困ったものですよ。まあ、確かにな。うん、まあ、確かに、うん、言いたいことはわかる。さあ、これで、あ、何事もなく終わっちゃうんだ。とりあえず回復できるって感じかな。よし。お、続けてチームリーダーに挑まれますかって。行きましょう。まあ、これでオーディションの結果が下されるわけか。だいぶ変わってるね。でも戦う場所ここなんだね。もう、ちゃんとあるじゃん、広い場所が。なんか、裏はさ、あんな、ボロ廃墟みたいなとこで。もう最初から立ってんじゃん。てか、どういう花なんだろうね、これね。何が起きたんだろうか。今更だけど名乗るかね、ジムリーダーのポプラさ。これあれ、みんなグランチルドとかわかる？バンジョーとカズイ。さっきスマブラでもあれだったけど、バンジョーとカズイのグランチルドっていうキャラがいいんだけど、そいつに似てんだよね。
まあ、痩せてるかデブの違いだけど、クイズに答えたあんたのリアクションを見させてもらったよ。全部バレてるか。全部バレてんだな、あれな。最後のカレーだろ？なんでわかるわけねえだろっていう、その、あれがリアルだし、確かに。相棒のポケモンにどんな振る舞いをするのか、ちょいと見せておくれよ。あ、結局、ジャッジは戦ってか。いや、これダイマックスしたらおばあちゃん死んじゃうんじゃない？ほにゃーって。ダイマックスじゃほにゃーって死んじゃうんじゃないの？いやー、あ、ハイパーボールが出てくる。投げ方はやっぱ。いきなりお前、癖が強いの出してきたな。あれ、こいつ何タイプだ？やべえ、マトドガスの俺これ知らん。知らん。とりあえず、ホップスリスリで、麻痺させとこう。なんか、鋼に見えなくもねえしな。毒だったら毒効かねえしな。あー、まあ、ホップスリスリでこんだけ入るのは上等だろ。ヘドロ攻撃。まあ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 、毒毒らしいでしょ。お互いに。問題、ここでも出すんかい。あんた、私のあだ名知ってるかい？うーわー。魔術師。魔法使い。いや、魔術師だな。よし。まあ、魔法使いだとちょっとね、やっぱ可愛いし。魔法使いっつうのは、年齢が14歳以下じゃないとダメなんだよ。70のもうババアには、魔法使いは使えねえ。年齢14歳以下だからね。幼女限定、魔法使いは。それがあれだ、お邪魔女ドレミ世代の俺の発言だ。発言ってか、思考回路だから。よし、順調にとりあえずこうやって倒すそうだな。で、1体に1回、クイズがあるってことか。そうしたら結構あれだぞ。変わった戦闘だね、ほんとに。よしよし、順調です。まとめとこーす！クチート。やっぱ火属性欲しかったな。属性って言っちゃうけど、まあ、気にしないで。どうしよう。悪鋼でしょ？悪鋼。うわ、いいのいいね。殺すけ頼む。お前の穴を掘るか、今んとこ有効だ。やばいな、対策ができてない。すごい、後ろの看板の、ほら、スポンサーのあれが、化粧品になってる、ちゃんと。多分、宿女限定、宿女向けのあれだろうね。いや、口とかはいいね。あー、そっか、イカ入るんじゃ。しまったな、イカ入るのが。いや、俺もなんか、鋼の悪に結構弱いパーティーだな、これ。とりあえず穴を掘る。なんとか2発ぐらいで倒してほしいんだけどな。うわー、これきっつ。きっついな。攻撃1下がって防御力2上がってる。私の好きな色はピンクだろ、絶対。お前ピンクだろ、ピンク。人には求めるか、私はそうじゃない。おいおい、マジかよ。いやいや、安直すぎたか。マジで人に求めておいて自分は別に好きじゃないんだ。うわ、このばあさん、なかなか作詞だな。やりよるぞ。まずいぞ、どうしよう。いや、でもまた鉄壁されるか。一旦スパークじゃなくて、ホップスリスリで麻痺入れて。麻痺重要だからね、やっぱり。全然効かねえ。噛み砕く。半分ぐらいかな。そうだよね。で、穴を掘るで。まあまあ、いいんじゃないか、いいんじゃないか。運が良ければ攻撃されずに当たらずにいけるぞ俺。でも3発ぐらいいるかも。うあと1。うわ、全然いるわ。うわ、これきつい、きついきついきつい。うわ、死んじゃった。しゃあないしゃあない。さあどうしようか。吉田の狙い撃ちとかで攻めるか。いや、グレタ違うしな。よし、吉田でいっか。あれ、フェアリーだったっけ。チートって、もう忘れてるわ。ごめん、忘れてるわ完全に。あ、私の年齢70。おーし、88歳。16。ふざけんじゃねえよこのババア。おい、マジで今の。意外と乙女なんだなこの人。だからフェアリーやってんだよ。そういうことか。なるほどね、理解したわ。だから、カレーの時もそうだったけど、オムレツの方が可愛いじゃん。女子力高いじゃん。そういうことか。なるほど。今理解した。このおばあさん、なるほどって感じよ。クイズに答えるんじゃなくて、対応を見てるんだよ。言ってたけど。
うわー、完全にしてやられたわ。完全にしてやられてるわ。なかなか面白いじゃんこいつ。よし、とりあえず回復されそうだからアクアブレイク入れる必要ないね。あ、よしよしよし、オッケーオッケー。いやー、次のクイズは絶対当てるぞ。88歳なんだね本当は。でも16歳って書いてあったねあれね。無理があるだろそれは。お前多分9割の人が間違えてるんだな今のは。トゲキッス、トゲキッスか。メンヘラで消えなくもないけど、まあ吉田で行くか。いやここはメンヘラにすっか。メンヘラの放電で落とすぞ。でもトゲキッス強いからな。エアスラ無双されたら終わりだぜ。で、ポプラの相棒モンスターは何だろうね。うん、こいつじゃない。もう一体いるよ。そこ放電。まあ、2発だろ。原子の力、オッケーオッケーオッケー。これ全然大丈夫。あかんなよ。よし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 。さあ、麻痺もしてくれてもオッケーよ。しないか。クイズは？あ、クイズ来ない。てか、あれだね。ポプラ攻撃するときの顔がやばいね。あ、死んじゃったー。死なないと思ったけどな、ギリギリ。抜かったな。まあ、極力ね、回復アイテムは使わずに行きたいんで。さあ、ここで。まあ、狙い撃ちだな。ダイマックスしちゃってもいいんだけどね。やっぱダイマックスはさ、お互いに使うタイミングが同じじゃないと燃えないでしょ。落ちろ！よし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 。いや、やっぱ吉田強いわ。吉田強い。特攻高いのはやっぱいいね。さあラストだぞ。なんだろう、多分新しいポケモンだと思うんだけどね。今んところ全部新しいポケモンだし。あ、魔法イップ、あれだね。ホイホップミルのなんかだね、進化系かなんかな。眠気覚ましのモーニングティー、ようやく聞いてきてよだ。おっそおっそ、あらかわいい。さあここはじゃあやりましょうか、ダイマックス。まあ、安定の大ストリームだな。これね、最終進化系だから、なんか見た目変わってほしいけどな。まあ、そこまでこだわりはないだろう。さすがに、ゲーフリさんも。変わってないね。やっぱ、見た目があんま好きじゃねえな。これ。腹をくくったかい。うわ、怖え。さすが魔術師、モテるのそのボール。あ、大丈夫。ちょっときつそうだったね今で。見た目変わるんだろ。お、すげえ、何これ、すごい。ウェディングケーキみたいになるんだ。スーパーマリオ RPG の武器タワーのケーキみたい。大ストリーム、いけ。これかっこいいね、技の出し方が。おーし、次で沈められる。咲いた。おい、映ってねー、俺映ってねー。俺映ってねー。あんたらに足りないピンク、あたしらがプレゼントしてやるよ。巨大大円、うーわー、マジピンクじゃん。げ、回復すんのお前。うわ、こりゃきつい、こりゃきつい。なんか吉田スーパーマンみたいなんだな、なんか多分エリートサラリーマン的な感じなんだろうけど、イメージは。それがもう嫌なんだよな。で、うわぁ、惜しい。回復されてなければ、回復されてなければいけたな。いや、これ耐えるよ、ギリギリ。よしよしよし。なんとか耐えた、いい勝負だったな。すごいね、やっぱ見た目変わるといいな。羨ましい。俺も見た目変わるやつ欲しいな。なんかアーマーが変わるかどうのこうのって見たけど、あれは気のせいかな。とりあえずリザードンは変わるんだよね。よーし、ここのバトルも面白かったね。さあおばあちゃん、負けた時の反応気になるよ。どんな顔してくれるんだろうか。
いい顔してんじゃん。ピンクは足りないけど、あんたらいいトレーナーとポケモンだよ。褒めてくれたんだね、一応ね。どう？俺をジムリーダーにする気はないか。はい、お疲れ様。なるほど、悪くはないね。余裕かよ。だけどオーディションは不合格。私のメガネにはかなわないね。気にしないでおくれ。私の好みの問題さ。まあ、ジムリーダーではなく、チャンピオンになりなさいと、いうことでしょうね。結果は残念だったけどね。記念にフェアリーウォッチをあげるよ。めっちゃ可愛いバッチだった。どうしよう。ああ、やっぱそうでもねえな。お、やっとそこがハマったか。そこね、気になってたんだよね、ずっと空白。レベル45。お、結構上がってきたね。技マシン。メロメロだったらどうしよう。ドレインキスきっつちょっと待って。ドレインキスはきっついっすわ。ポプラの姉子、ドレインキスはきついよ。こっちは記念のピンクのユニフォーム。着てごらんなさいだって。まあ、うん。ユニフォーム変えたいけどね、変え方わかんないからまあいいや。とりあえずもう今日でクリアしちゃうつもりだからね。年寄りを損じるのはもちろん良くないけどさ。年寄りが出しゃばっている世界も良くないからね。いやいやいや、いいよ別に。頑張ってもっと。年寄りが頑張らなきゃ、もうね。もうね。もうね。世界終わっちまうからね。あ、そうだ。幼女がいるんだけど、ここに。幼女が。なんかガルレ捕まえてデスマスを交換できるらしい。海外のデスマスと。まあ、これをちょっと覚えとかなきゃね。よし、無事に。いや、結構時間食っちゃったな。まあ、トレーナー戦、カットとかしてうまくいきたいんだけど、今回ね、クイズがあったからね。お待ちなんじゃね？なんかすごい光ってない？ナックルシティに用事があるんだけどね。あんたもついてくるかい？あ、次のジムスタジオに向かうならナックルシティに戻るんだからさ。今日あれか、一緒につい、短縮させてくれるよっていうゲームシステム的な？あ、ことだね。まあ、空飛ばあるから別にいいんだけどさ。なんかイベントも発生するのかな？お、発生するっぽい。ナックルシティ、相変わらず誇りっぽい街だね。そうか。まあ、そういうのを好むポケモンもいるからね。まあ確かに砂漠っぽい感じだったからそういう感じなのかね。フェアリンとかキノがあったしね。あ、でもそれだけか。あ、それだけっぽいね。よし、じゃあ次は、ナックルシティに戻りましょうだけだ。戻って何をするんだろう。ジムリーダーいるのかな、もう。あ、ちょっと、また戦うんかね。あ、でもそうか、制裁というか罰を受けたんじゃないか、お前。チャレンジバトルも剥奪され、ジムチャレンジャーで亡くなった僕の姿を見に来るとは。あなたに余裕なんかあるのかい？いや、あるけど。まあ、そうかもしれないですね。僕という強敵はいないから。だけどね、僕は諦めていませんよ。委員長のため、チャンピオンになります。え、まだなろうとしてんの？どうしてもなりたいんだな、お前。おや、あの子。なんだ？いかにもピンクだね。そうだね。そうだね。まっすぐだしひねくれている。いいね。そうでなければ人間の幅は出てこないよ。そうか、確かにそう言われてみればそうだな。癖がある人ほど。よし、ジムミッションだよ。わやばい、ドレインキスされるぞ。待って、ドレインキスされる。それで、まさか。ああ、確かに。ポプラの言う通りだと俺思うんだよ。私についてきな。なんとかしてやることもないよ。頑張り次第だけどね。てか、お前ら距離近くね？距離近くない？じゃあね、あんたはキルクスタウンに向かいな。ラバンドールはわかるだろ？いや、わからんけど、知らんけど。あー、お幸せに。え？進化しとるやん、お前。かっこいい、こいつ。一番当たりじゃねえかよ。エースバーンだって。めっちゃかっこいいやん、お前のポケモン。マジ羨ましい。本当に羨ましいわ。俺のこれだぞ、お前。うわー、一番当たり今回これか。エースバーンだったんだ。
俺草も見たんだけどさ、マジゴジラだったわ。草。それが本当の草だったよね。エースバーンが一番かっこいいわ。なんかどことなく戦隊ものっつったのはなんか当たりだったね。いや、御三家、今回どうなん？てか毎回言われてるけどな、御三家については。なんかやっぱ初代とか金銀ルビサファーぐらいまでが一番かっこよかったね。これは多分みんな満場一致なんじゃないかな。よし、雪ハミっていうなんか変なやつゲットしたぞ。これ新しいポケモンっしょ。虫と氷っぽいんだよね。なんか結構珍しくない？てか初めてなんじゃない？氷と虫って。冷気の混ざった糸を吐く。糸で体を枝に巻きつけ。へえ。三段進化すんのかな、芋虫ポケモン。いや、これ結構、レアじゃね？レアではない。レアではないけど、なんか、こう、いい感じしない？え、何にしよう。なんかちょっとさ、ムニムニしてそうだから、ムニマ、ムニマにしよう、ムニマ。ムニ、ムニマン。ムニマンに決定です。ムニマン。いや、どうしようかな。結構強そうなんだよ。まあ今の段階だと弱いかもしんないけど。うわ、粉雪と虫の抵抗しかない。まあまあまあ、とりあえず、パルスワンと入れ替えかな。ただね、パルスワンね、結構強いんだよ。これ。炎の牙とか覚えたし、てか覚えさせたんだし、噛み砕く、穴を掘る、まあ放電とか。万能なんだよね、すごく。いやー、パルスワン、でもなー、見た目的にパルスワンちょっとなんて言うんだろう。モブっぽくない？可愛いんだけど、パルスワンになった瞬間ちょっとモブっぽいさ、出ちゃったから。でも次氷か。何こいつ？え、こいつ俺知らんけど。ちょっと待って。俺こいつ知らんけど。いや、すごい、BGM もめっちゃ落ち着く。うわ、すげえいいな、マジで。冗談だけでいい BGM だな。めっちゃ良くない？この BGM。いやー、もうね。最高だわ。でも、チャリ乗ると？あ、チャリ乗ると変わんない。あれ？なんかタペストリーが飾ってあるじゃん、これ。二人の英雄のやつだね。剣と盾も書いてある、しっかりと。おー、なんか、あれだね。意味ありそうだな、これ。